いつもロペチューンをご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回の企画は初めてやるんですけど、私ですねインスタグラムの質問コーナーに何か質問ありますかと投稿したところ、車はどうやったら運転うまくなるんですかっていう質問だったり、はい、あと駐車の方法、うまいやり方とかコツありますかという質問に対して、やっぱ車屋さんってさ、はい、運転うまいイメージない？うまいかどうか分かんないですけど慣れてる感じがするんで、その皆さん例えば購入するときもそうなんですけど、うん、大きいから不安だとか、そう、その感覚が正直分かんない。 ね、あなたはねちょっと別だと思うんですけどエスカレートとかもね全然フルサイズが好きな方なんでねあれなんですけど、はい、でもそういった方の質問に対して僕はこう答えたんです、はい、まあ、車屋さんだからっていうのもあるんですけど、誘導するし誘導されることが多いです。だから車の大きさの感覚が非常に、まあ、皆さんよりも多分つかめてるんじゃないでしょうかと、はい、要はその車の限界を知っているという回答をしたら、なるほどですねみたいな、はい、っていうね結構質問がたくさんあったんで、今日はどうやって車屋さんが、車の誘導ないしは運転をして、技術を向上させているかみたいな、はい、そんな企画をねやりたいなという思ってます。なるほど。だから運転に自信ない方、はい、ぜひねこの動画チェックしていただいて、はい、で今ですね、まあ、ロペライルに限らず日本ではですね SUV がすごい人気なんですよ、はい、SUV ね、自分もこれね愛車今日持ってきましたけど、かっこいい。で SUV 人気だけど乗るの自信がない、はい、駐車怖いよ、はい、コインパーキングどうしようとかっていうのがあるんで、どうやったらうまく駐車できるのか今日はねみのちと2人でやっていきたいと思います、はい、僕これお借りしていいんですか？まあそうだね、大丈夫、そうそう、限界を知ると、あ、限界を知る、はい、限界突破いきます。でじゃあ美濃田さんがもう、はい、僕はね一回自分の車、さっきも言った限界を知るってことで、はい、どこまで行ったらぶつかるのか、はい、一回誰かにチェックしてもらった方がいい。だから運転に自信ない人ない人同士で集まってもらって誘導すると、実際、はい、おらいおらいってここだったらぶつかるからねって運転手に言うみたいな、はいはい、それをね今回こういう形でやった方がいいよっていう、はい、やっていきたいなというふうに思います、はい。でそれではじゃあ早速検証してみましょう、はいはい、じゃあちょっとまずは向こう側の今ね あちらにですね台車の5シリーズ、埼玉県の、ね、台車はね大体 BM なんですけど、はい、この5シリーズの間にレンジローバーを駐車するんで、はいはい、ちょっとそこから見てみましょう。じゃあですね、今から化学ボトル締め切りに入れていただくスペース確認します。こちらです。パッと見ちょっと狭いんじゃないかと思うんですが、結構きついかなと。ちょっと、はい、だいたい2m70。なるほど、はい、なんでまあスペース的にはあれが198なので、余裕はあるという感じで行ってみます、はい、では行ってみましょう、はい、でここでも不安になるんですよね。ここで当たりそうだなって思ってるんだけど、そう、このこっちからの視界だともう右前がぶつかっちゃうんじゃないかっていうぐらい、これでですね、あ、はい、約70センチ。あ、そんなに空いてるんだ、はい、でこういう形でまず曲がって、はい、じゃあどんどんいそう。でもこっちを注意するのと左の後ろだけですよね、注意するのは。うん、なので、まあ、極力入るときにまっすぐにしたいので、はい、一旦内側に寄せてもらって、はい、入り口をの角度を広げるのを、やった方が楽かと思います、はい、ちょっとこっち行きましょう。どうぞ、まっすぐどうぞ。でここで僕が見てるのはもう左の後輪だけです。いっそー、はい、こっちです。はい、今ここからが多分スタ、もうちょっといけると思うんですけど、まあ、スタートはこの辺かなと。なるほど。なのでタイヤの位置自体が、まあ、ここから左に切っていけばタイヤが急にこっちに来ることはないじゃないですか。なるほど。基本的にはこう、このラインで来るので、それの角度を注意しながら、はい、誘導をしていく、はい、あとはここで注意するべきは多分右のフェンダーですね、はい、ここが当たらないかだけを確認していくような感じ、はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ左バックでお願いします。で多分ここを見て見ながらも右前を警戒する。いっそー、いっそー、
これだと多分右はもう当たらないって分かるので。すいません、左のミラーから見るとぶつかってるように見えるんですけど。はい、それがですね、実際は15センチくらい出ます。このまま切ってぶつかんないんでしょうか。このまま切ってぶつかんないです、大丈夫です。でこれだとまあ一発ではいけないんですけど、どうぞ。30、20、10、はい、ストップ。ちょっと余裕持って誘導しないと勢いある人は来ちゃうんで、はい、そのままこの状態で右前に出てください。これ失敗したな。まあいけます。いけるこれ。でまだここでこれだけスペースあるんで。このスペースは正直ね、運転席からは分かんないよ。これもうこれ全く分かんないですか。これで今ちょっと待ってね、一回自分の中で限界まで行ってみるね。あ、限界までですか。限界、これ限界を知る。黙ってていいですか。そう、黙って。じゃあ顔だけで。多分自分が本当に言ってたらここで一回止まって外を出てみる、一人だったら。おー、なるほど。そう、これリアル、これリアル。今じゃあそれでどれくらいあるか、うん、55センチ。あー、55センチ。はい、で一応これ360度もついてんだけど、360度こうか、360度で見るともっとあるように見えるんだよね。じゃあちょっと行きます。誘導します。あ、誘導してください。ISO 30 ISO 20 10、はい、ストップ。ここで余裕上げておかないと間違って前行くこともあるんで。はい、じゃあそのまま左切ってバックしましょう。これね、360度カメラから見るとまだもうちょっと行けるように見えるんだよね。あ、一応多少の余裕はありますよ。そう、でもそれにしても30センチぐらい空いてんじゃないかって思っちゃうぐらい。これで約14センチ。ああ、そう、はい、そう。なのでもうここは多分左側は多分余裕があるはずなので、右側を注意するだけですね。でコーナーセンサーの音はもうダメよと。ああ、なるほど。でも行けるんだ、まだ。それはまだ大体30センチくらい。もう一人で運転してたらこれはもうまた切り返さなきゃっていうレベル。まあ切り替え、そうですね。これ1回じゃいかないです。そのままバックしましょうか。いいぞいいぞ、オライ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 、はい、ストップです。もうこんな感じ。鏡から見ると当たってんじゃないか。で多分こっちから見るとこっちが逆に余裕ができちゃってる。なるほど、はい。ってなるとこっからは、こっからは今度はまあ一番簡単なのはまっすぐに入れることじゃないですか。はい、なんでまっすぐするためにはこれを右に車体を傾ける。はい、右前です。ISO 1m 30 20 10。はい、本当に 1m あったのかな。で左切ってバック、左切ってバックしましょう、はい。そしたらもうこれで終了ですね、多分。これで終了。はい、いそう、いそう、そのままどうぞ。はい、終了ですということでしたね。まあでもここ結構キツキツだよね。一応ここが 2m70 くらいあるんです。あ、なん多分30センチくらい。じゃあさっきと同じような感じでいきます、はい。じゃあ僕らちょっと見学です。はい、見学です。はい、じゃあさっき言った通り左側にぐっと前を寄せて、そしてこの車を通り過ぎたあたりから右にぐいーっとハンドルを切っていくと、こういう感じの切り方。はい、でミラーから見るとその BM の5番の頭がちょっと見えるぐらいですね。でここ大事なのはここから左にタイヤをハンドル切っていくんですけど、左リアタイヤが BM の右前ですかねの頭をちょっと擦んないぐらいのギリギリのところ、はい。で右前はまだ余裕があるよと。そしてバックカメラで見ながらギリギリまで攻めると、はい。でここですね。で前に進むんだけど、あ、ここで360度カメラを出すと、いわゆるフロントカメラですかね。はい、ちょっと見づらいかな。これでさっき15センチぐらいって言ったから15センチぐらいあるんだろうな。正直ね、この
あと音はあんま当てられないです。このくらい。で、バックに入れてハンドルを切ると。そう。あと注意しなきゃいけないのは、こっちの前のミラーは大丈夫。で、右後ろですね。どれくらいまで行ったら当たっちゃうのかっていう。そう、このくらい。この音に頼るしかないです。で、もう一回ハンドルを切って、右前。そう、この辺ぐらいまでだったらいけたと。ちょっとギリギリは攻めますけど。で、ここで左完全に切れば、後ろ抜けるはずなんですけど、まだ抜けないかな。で、バックしますよね。うん、ここぐらい。1回ではちょっといけなそうだったんで、もう1回切り返します。これ末切りいけないですからね、ちょっと手前ぐらいに、はい、このくらい。そしてもう1回切り返します。あ、これでいけますね。でだいぶ見ると右側に寄ってしまったんで、1回左側に寄せます。そのためには右切って左と、まあカメラがあるからね。このくらい。どうでしょうか、これはなかなか合格点なんじゃないですか。合格で、ちょっと出しますね、はい、切り返すのが大事ですね。切り返すのが大事ですよね、本当思います。いけるだろうと思って一番ガツってぶつけるのが一番やっぱダメですよね。ちょっとじゃあやってみる。誘導する側と乗る側とで、あ、ちょっと保健所入ってきます。あの他社運転特約で、いや人の車ってなんか怖いですよね。じゃあ行きますか。もう結構接近してるように見えます。あ、本当ですか。全然大丈夫ですよ。この辺はまだで、ここで、あ、レンジかっこいいよ。ありがとうございます。レンジはかっこいいよ。で、僕はここで車、もっと左側からさ、さっき攻めないと危ないんじゃない文句はい。で、左のサイドミラー見ながら、もうガッツリしてますよね。ガッツリしてますよ。ガッツリ。あのカメラが見たいですか。怖いね。右の前なんて気にしなかった。ああ、なるほどね。これね、本当はね、もっとこの、はい、なかなかうまい、ね。まあ、こういう感じですよね。やっぱ前でしょ、次。自分で行っちゃっていいんですか。あ、本当に危なかったら言ってください。苦笑いしてました。あ、そこで危ないと思った？僕はもうここでやめとこう。これでまだね、40センチぐらい空いてる。あ、本当ですか。まあ、やっぱね、感覚ってね。多分これでも全然まだ余裕あるはずなんですよ。あ、そこで？これまだ40センチぐらい空いてる。はい、もうやっぱ人の車って怖いじゃないですか。じゃあ本当にセーフですよ。ちょ、待って待って。じゃあ俺が誘導するよ。あとね、30。おお。今なんかさ、スピード出てたよ。あと10センチ。まあまあ、その回しとこう。これでもういけるんじゃない？これでいけると思います。早い早い早い。おお。まあ、そうですね。まあ、あとはちょっと降りれるかどうかだけ確認してっていう。なるほど。はい。はい、こんな感じですかね。ちょっと右に寄りすぎましたけど。うん、はい。いいね、いいね。うまい、うまい。出てよろしいですか。はい、ちょっと次じゃ出ましょうか。はい、それではまとめです。まとめ。はい。じゃあお互い点数をつけようと思います。じゃあ僕美濃野さんから。あ、はい。100点満点で言うと。95点ぐらい。おお、ありがとうございます。
やっぱ車屋経験長いからセンスあるなと思う。ありがとうございます。結構人の車でも攻めるんだな、はい、思ったところでマイナス10って怖いな、まあ、結果でもねぶつからなかったから良かったんですけど、はい、まあでもねやっぱねうまいなっていう感じがした、はい、やっぱ大きい車やってたからね。まあそうですね、あのそこの経験っていうのは大きいかなと。大きいね、はい、じゃあ僕は何点ですか、はい、僕はですねもう98点。あ、98点、はい、はい、運転がやっぱ丁寧だな。あ、はい、僕との違いは僕攻める攻めなぎで駐車場で、はい、きちっと守るタイプ。あ、そうだね、はい、守りだね。やっぱその辺がしっかりしてて、ね、満点上げたかったんですけど、満点上げるのが悔しかったんで2点限定しました。あのいつもさエスカレード乗ってたらいろんな車乗ってるじゃん、はい、駐車場でさ車止める時とかさ降りてみたりする？します。前思い出したわ俺、昔あの上司のね僕新人の時に、はいはい、上司の、のお客様に売ったベンツの CL500、あれを高井戸のすごい住宅街1通とかばっかりのところに自走で届けてくれって言われて、そしたらもう住宅街だからもう90度もう1通みたいな、はい、もう曲がる交差点ばっかりで、はい、もういよいよなんか人とかいっぱい来て分かんなくなっちゃったことあったの、はい、それ窓開けてすいません誘導してくださいって本当に分かります。ぶつけるよりはさ、そうですね、助けてもらった方がいいなって、はい、それみんな心よくね、いいよいいよいいよ、あ、そうです、優しいんですよみんな。そう誘導してくれ、日本だったらこれができる、はい、そんな国です、はい、まあ、ということで、はい、はい、まあ、10列、次は10列駐車、はい、またやってみたいと思います、はいはい、楽しみにしてください、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。で今日の第2弾はですね、なんと10列駐車、みんな大好き10列駐車。そうです。でこれはもう後ろはもうバックカメラ見てこうこう気にしてます。この辺、あ、 OK、 ギリギリ、はい、60分300円になりますおー、いいの、かっこいいね。愛車登場2、3回目おー、怖い怖い怖い。